今ですね、汐留のロイヤルパークホテル、アイコニックというところに泊まっております。今日から、泊まるんですけれども、引っ越しをして今家がない状態なので、しばらく、こちらのホテルにお世話になりたいと思ってます。私は歌手のアイコニックさんが好きだったので、アイコニックと聞いてちょっと嬉しかったです。ちょっと簡単ですけれども、お部屋の中をちょっと紹介したいと思います。こちらが、バスルームですね。今回のキングサイズのベッドが1個ある、ワンルームのタイプのお部屋なので、そんなに広くないんですけども、1人でも全然十分な広さですね。はい。ここが洗面の、トイレで、お風呂ちょっとちっちゃいですけれども、基本シャワーだと思うので、はい、十分なサイズ感ですね。ガラスの扉でございます。はい、でアメニティは、よいしょ、あ、歯ブラシが2個ある、1人しか止まらないんですけども、はい、あ、バスソルト、バスソルトはあるんだ、ちょっとじゃあお風呂入ろうかなあと、ブラシと、普通ですね。はい。こちらのホテルは4つ星ホテルということで、もちろんよくあるビジネスホテルよりかはレベルは上だと思いますけども、そこまでラグジュアリーなホテルではないかなと思います。あとボディータオルと、ドライヤーは、パナソニックのですね。はい、よいしょ。こんな感じのお風呂でございました。はい。でここが、クローゼットですね。オープンなタイプになってます。扉はないです。はい。ハンガーすごいチェックするんですけど、このハンガーはいいですね。厚みがあって木製で、はい。ちょっとずっとこのコート着て、リュックを背負ってたので、ちょっとコートを休ませたいと思ってます。はい。でこちらがお部屋になってます。キングサイズの、ベッドになってます。キングってこんなでかいのかな、なんか横長ですね。横に長いぐらいでかくて、キングもなんとかキングとかあるので、でかめのキングかもしれないです。ちょっとここで一人で寝るのはなんか申し訳ない。なんかこうあっち頭じゃなくて、こう横に頭にして横にでも寝れるぐらいな広さでございます。でここにテレビがあって、でここが、ミニデスクコーナーみたいな感じですね。パソコンを置いて、よいしょ、ここで後でちょっとカチャカチャしたいと思います。でここの引き出しには、よいしょ、これただの引き出し、あ、危ない危ない、ちょっとこうカトラリー類も入っていて、コーヒー、電気ポットはバルミューダじゃない、よいしょ、はい。でここにはワイングラスがありますね。はい。あとこれはなんだっけ、ペール、あとで氷をもらってこようかな。あとお水と、これライトか、よいしょ、はい、こんな感じですね。でこちらの引き出しには、あ、パジャマがありますね。このパジャマのところにも、このアイコニックの文字が入ってます。ザ・ロイヤルパークホテルアイコニック、はい、ここは何もないな。でここが金庫ですね。はい。でここは本当ちっちゃいですけれども、一人では十分ですね。このちょっとソファーがあります。はい。で外の夜景ですけれども、今ここ33階のお部屋になってます。このホテルが24階からスタートしている、24階に、フロントがありますので、どんな部屋でも自然と24階以上のお部屋になります。方角的にはあっちは、勝どきとか、豊洲の方面ですね。はい。
ちゃくちゃ車が走ってます。今日がもうちょっとで完全に沈むので、また真っ暗になったら綺麗だと思いますね。はい、冬、まあこんな感じのお部屋でございました。今回ですね、スーツケースが、これが、リモワで、その赤いのがサムソナイトのスーツケースです。ここにたくさん荷物を詰めました。であとですね、バオバオ一世三宅の、ちょっと迷彩の入った、リュックですね。このバックパックの中に結構パソコンとか、あと普段使っているカメラとか、はい、そういったちょっとガジェット類、こういった、なんだこれ、自撮り棒か、あと任天堂スイッチとか、はい、こういったものを入れてきました。であとですね、このバッグがですね、これがこれも迷彩柄なんですけれども、これがアニアリだったかなのホースレザー、馬の革の、バッグになってます。はい、これすごい軽くて、そこそこ収納力があるので、結構こう書類とか入れております。はい、あといつものバオバオのまたハンドバッグですね、こちらの荷物で、今タクシーで移動してきました。結構重たくて、大変でした。はい、ということで本日はこちらの、ロイヤルパークホテルアイコニック汐留のホテルで、しばらく、滞在をして、新しい家に向けて出発したいと思います。で、引っ越しがですね、本当徹夜でオールナイト引っ越し作業ということで、本当一睡もせずに朝というか昼過ぎまでずっとやってたんですけれども、その引っ越しの様子もですね、別で、ちょっと動画を撮ってますので、また後日ちょっと、ご紹介したいと思っております。はい、ということでこんな感じですけれども、こちらのホテルで、ちょっとゆっくりしたいと思います。食なし家なしの状態になってますけれども、この後ちょっと楽しみなので、いろいろ期待しつつ、過ごしたいと思います。はい、ということでちょっとパパッとですけれども、ご視聴ありがとうございました。